クラムシェルモード、いわゆる普通のノート PC として使う時の使い勝手なんですけれども、ここがいわゆる二軸ヒンジになっているので、原理的にはキーボードの打鍵の衝撃で液晶が揺れやすくなってるんですけれども、こういうふうに、動画見ていただいても分かる通り液晶が揺れることって全くないですよね。非常に使い勝手は良好です。それはなぜかっていうと、ヒンジを開閉してみると分かるんですけど、かなり硬いんですよ。なので例えばこういうふうに液晶部分を持って本体を持ち上げたとしても、重みでねヒンジが動いたりはしないんですよ。それぐらい硬いので、ちょっとやそっとの衝撃では液晶は揺れないです。もう一ついいのは、向かいの人に画面を見せたいときに、普通のクラムシェルのノートだとこういうふうに見せるしかなくなっちゃうわけですよ。こういうふうに見せることができるんですよ。ちゃんと反転してくれるし、角度も見やすいんですよね。ただしこの液晶にはデメリットもあって、こういうふうにね、光沢液晶なんですよ。そこがデメリットといえばデメリットですね。